こちゃん、コマスミだわ。こちゃん、コマスミだわ。これコマスミだ。やだ。アジュシ、コマスミだって言わないとね。コマスミだ。え、あ、終わった、もう出した。あ、コマスミだ。いえ。ありがとうございました。Let's go。とにかくことあるごとに自分の子供たちに、まあ、韓国語、コリア語で話すみたいな機会を作りたくて、まあ、コマスミだとかカンサンミだとかアンニョンとか、あの、そういったことを言わせるようにしてたんですね。で、やっぱり人と触れ合うタイミングでそういった言葉を言わないと、あるいは反応が返ってこないと意味ないなと思ってたんでやってたんですけど、やっぱまあそれは勝手に親の思いなんで、まあ、子供はマジでクソだるいなって感じで対応してましたね。はい。なんか練馬にハリーポッターミュージアムがあるんですけど、そこに一回子供を連れてったことがあって、なんかこのハリーポッター行った時見たんじゃないか、なんていうんですかね、石像がなんとなくハリーポッターの世界観に似てる気がして、ハリーポッターだよとか言ってクソごまかしてました。賑わってるね。ね。とにかくオフシーズンなのにめちゃくちゃ人がたくさんいて、でなんかそう、怪盗竜宮寺って日本語では言うみたいなんですけど、ヘドン四軍社っていうのかな。まあ、竜宮寺なんですよ。でこれが海の近くにあって、まあ、くっそ階段が多くて、あの子供、まあ、8ヶ月の子と3歳の子連れてったんで、もうバリアフリーが全くなくて、もうバリアありまくりで、まあ、階段とかも、まあ、しょうがなくおんまに手伝ってもらって、そう本当はまあ折りたたんでね、抱っこ紐で降りればいいんだけど、まあ、本当そう、しかもなんつうのかな、シーズンオフっていうか、まあ、夏前に行ったからもう少し人いなくてもいいのかなと思ったのに、バリバリ人多くて、しかもあの結構チャイナ語、チャイニーズが飛び交ってたんで、あ、まあ、それだけじゃなくてロシア語の人も結構多かったから、とにかく環境格ワンサクいました。まあ曇ってるんですよね。まあでもそれの方が歩きやすくて、多分太陽出てたらもうめちゃくちゃバツてたかなと。まあ、とにかく本当に階段が多くて、でこれがなんか、まあ、1300年代ぐらいに作られたって寺なんだけど、なんか一回なんか燃えちゃって、でまた1930年代にもう一回作って、だけどなんかなんか何だったっけな、白い竜が空に登ってったみたいな感じで、まあ、竜宮寺ってつけたらしいんですけど、地元の人はいやそんなもんねえしっつって、観光客呼ぶためになんかペラ超えてんじゃねえぞみたいな感じで、かなり反感があった寺らしいです。まあ、なんつうか、まあ、宗教とかね、本当か分かんないですよね。ただまあ分かんないけど、なんかどこにでもあるっすよね。なんか人間はこう恐れというか何かを信じたいのかもしれないですね。それが本当かどうかってことはどこでもよくて、なんか信じてるっていうこと自体がいい感じだと思ってるんじゃないですかね。なんか俺はばかりようで分かんないなっていう、そういう宗教っていう感じがですね。という俺もクリスチャンなんですが、まあクリスチャンのふりしてるクリスチャンなんですが、怖いね。うん。ガンガンお参
りしてるなって感じなんですけど、これで一体何になるのっていう感じはやっぱりあって、でもなんか別に何になるとかが問題じゃなくて、まあそのなんつうんですかね、やっぱりどうしようもできないことってのが世の中にあって、自分にも起こったりして、それを何とかしたいっていう気持ちが人間にはあるっていうことですよね。マジっすわ、美味しい。はい、行こう。片やガンガン祈っていれば、片やガンガンペロペロキャンディをペロペロしてっていう最高な、はい、しかもなんかお札めちゃくちゃ貼ってあって、なんかこうビジュアル的にはかっこいいですよね。だからなんかこう一個ポンってあるよりはこう反復させてとかっていうものってすげえなみたいな、そういう見方になっちゃうんですけど、ブッダ言ってごらん、せーの、ブッダブッダブッダ、みんなでブッダが好きでブッダにお願いしますってお願いしに来てんだよ。コトちゃん、お願い事投げてみる。うん、じゃあママにもらいましょう。なんかここになんかコインを投げるような場所があって、すいません、ちょっと GoPro の使い方全然慣れてなくて、もっと下に向ければよかったんですけど全然見えないんですけど、その下に、まあ、コインを投げるっていうことを、まあ、子供に体験させるっていう、まあ、そんなイベントです。おー、すごいね。やっぱもう一個行こうかな。お、50ウォン、これ5円やん。行くよ。いや、俺これでいい。お母さんやってみます。はい、コトはここからアッパと一緒に行こう。あ、コトおいで。じゃあ行くよ、アッパへ見てて。完全アトラクションですよね。なんか世の中のこと全てにおいて思うんだけど、なんかこうこれが正しいみたいなものってなくて、単純にそれをそう思ってるっていう人が多いっていう、数が多いから正しいなんていうふうに勘違いしてるんだけど、そんなことはなくて、俺はやっぱり自分がこう思ったっていうことに全てだと思ってるんですよね。それ。なんかいっぱい書いてないね、これじゃん。I wish to find my purpose. Oh. I hope so.コトちゃん、みんななんか願い事を書いてここに貼ってるね。コトちゃん、この前さ、ビングの飛行機になりたいって七夕書いたじゃん。みんなもこうやって書いてる。いろいろ。願いって何なんですかね。今の俺の願いって何なんだろうな。冷静に考えてみると、ない。けど、まあ、やっぱパレスチナとかガザのことを、まあ、感じると、ああいったことはない方がいいなって、それはやっぱ願いなのかな。なんかやっぱり弱い人をいじめて楽しんでる、で誰かが、でもいいやつがいるから悪いやつは成り立つんだけどね世の中とか言って、こう俯瞰して Google マップみたいな感じで、いやこうだからこうなんだよみたいなことはあんま言いたくなくて、やっぱその土地で目の前で生きてるって人はいたりするわけだよね。だから、何の話になっちゃったなこれっていう感じだけど、まあ、ただ、まあ、みんないろんな思いを持って生きてるっていうことで、まあ、これを見てる皆さんもいろんな思いを持って生きてると思うんですけど、なんかみんなが生きやすい社会になったらいいですねって。わあ、ダメだ、まとめちまった。生きたいように生きようぜ、イエイ。